さあ今日のゲームを振り返りましょう。先発いる朝日立ち上がりでした、ノーアウト二塁と、これ初回ピンチを背負うんですよ ね、これ違いますね。ツーアウト取って、これね、ちょっと不良率が高かったですよね、逆球だったっていう3回です、岩崎のこの一投を松井が逃しませんでしたもんね、2点先制。一方塩見が先発したイーグルス、この頃で松井のエラーです、ちょっと後ろ下がった分だけね、序盤3回の攻撃でランナー3塁1塁で今宮のスクイズ、これ1点差にしてランナーセカンドっていうね、今年は本当にいろんな攻撃を見せてくれますよね、いろんなバリエーションがありますよね、これ1点返して1点差、しかし4回の表、これはちょっと、これこそ不用意かなっていうね、やはり1点差にしてもらった後に4番バッターですからね、ジョーンズ一発は19号、これ3対1、まあ、この後はきっちり丁寧に投げてましたよ ね、これは6回のピッチングです、岩崎がジョーンズをサードゴロ、インジもショートゴロ、だから欲を言えばもう少しテンポを速くしていいのかなという ね、ウォーカーもショートゴロで、これは今宮の好プレー、いいプレーですよ ね、そして6回岩崎がリズムを作った後、出穂の一発、やっと来ましたね、13号左中間に運んでいます。まあ甘いねフォークボールとはいえ、この1点が後から大きく ね、相手にプレッシャーかけてくるんですよね、これで1点差、8回には森がマウンドに上がって、この森もしっかり抑えます、もう安心して見られますよね、今はね、松井をセカンドゴロ、藤田もショートゴロ、少々逆球でも抑えますから ね、岡島の打球は今宮、今度は三遊間深い位置、一塁アウト、は今宮じゃないとできないプレーでしょうね、三者凡退に抑えた森です、今宮好プレーもありました。そしてこれは8回です、ランナー三塁一塁でバッピッチャー金子、バッターは柳田、もう一球で仕留めましたね、タイムリーヒット、これが同点だ、3対3の同点、大きな終盤で起きます、頼れるバッターですね、あれね、そうですね、そして9回には同点に追いついた後、五十嵐がマウンドに上がってジョーンズを三振、銀次もショートゴロ、もうここから五十嵐様というのはもうある程度安心して見られますからね、完璧ですね、ウォーカーもバット出ませんでした。そして9回です、斉藤がマウンドに上がって吉村が先頭バッター出ます、これはもう本当に右に徹底して振ってましたね、インコを攻められただけにね、この後満塁策を取るんですね、まあ、これはしょうがないですね、こういう作戦ありますから、ワンアウト満塁で今目の打球はショート、ただいい当たりでしたね、でもいいプレーですね、岩崎の好プレーでフォースアウト、これはファインプレーですね、さらに内川、センター後方、これも2点差であれば抜けるんでしょうけれど、1点差ですからね、同点ですから、なんとか斉藤踏ん張りました、島内の好プレーもありました、しかし絶対満塁で松田がピンチヒット 3-1、 5球目が外れて押し出しフォアボール、初球を思い切って振ったのがこういう形になるんでしょうね、今日は最後試合決めたのはこの松中押し出しのフォアボール、今日のお立ち台は涙はありませんでした、まあ、どんな形であれね、仕事をしてるわけですから、もうフォアボールも外野フライもヒットも一緒ですからね、もう勝ち越せばね、同じ打点でもありますよね、